本日は明日から使える武士号をお届けしてまいります。現世の皆様にも我らもののふの言葉をもっと知っていただいて使っていただいて、追い飯とかそういった追い丸々は多分もののふの言葉のから来ております。俺の名古屋名物名古屋おもてなし武将隊はぁ、わしが日頃虎加藤清正である。神月祭東馬にございます。さて我ら名古屋おもてなし武将隊は現世によみがえってから12年、現世においてはいわゆるテレビのレギュラー番組であったりとかラジオのレギュラー番組を駆使して、この名古屋が世界一の観光都市であるがために日々戦を駆け抜けておる。その証拠に名古屋グランパスの宣伝大使を務めておったりなどして戦っておるところじゃ。はっ、さてこたびはそんな我らのな、名古屋に最も詳しい、そして戦国に最も詳しい我らが届けてまいる話として、はっ、何をやってまいる。本日は明日から使える武士号をお届けしてまいります。我らが使っておる言葉じゃ。大変にございます。現世の皆様にも我らもののふの言葉をもっと知っていただいて使っていただいて、もののふ魂を呼び起こしていただきとうございます。素晴らしい企画じゃ。はでは早速参ろうか。はい、ではまず一つ目の武士号はゲッチでございます。ゲッチ、はゲッチというのは命令といった意味がございます。漢字で書くと知らせを下す。さようでございます。下に知らせると書いてゲッチと呼びまする、やはりこのお主に今から命令するぞっていうとちょっと語気が強くなりますので、じゃあ今からお主にゲッチをいたすというとちょっと ありがたいものが確かにあるのか。だから剣のお付けのような、そうじゃな、そういった意味合いが含まれますので、ありがたいものに感じれるということでございます。しかも現世のものはどういう意味かもわからんで、その偉そうさっていうのも少し薄まる、薄れるかもしれません。ユニジャからこう現世では上司ありありって命令しとるぞみたいないう場面がございるかもしれませんけども、上司からゲチがござった言うともうはっ承知。確かにここまでが一つの塊にいて社内で流行らすと面白いな。なんかいや嫌じゃなっちゅうのが茶番を挟むことによって楽しくなるというか、そこまで考えとったか。大丈夫です。さすがじゃ。家臣団の決断力もまとまります。そうじゃな、こちらそういったことも含めてやってまいりたいと。ぜひとも使ったでは武士号二つ目は、追いバラ。追いバラこれ使えるか。これ使えますよ。これ先生考えてまいりますか。追いバラというのはもともとの意味はこう主君が亡くなった時に家臣の者たちがその主君を追って腹を召して後を追うというのが追いバラというものでございました。だからこれ現世使おうとすると現世なかなか亡くなった方を追うっていうのはできません。ゆえに人気者とかその何かええことをしたものを後を追うという意味で使っていただければ、見習って使ってまいる。ゆえに例えばですね、こうゴミ拾いしてまいる、ね、この清正様がゴミ拾いしてまいる、あ、じゃあちゃんとあ、わしも真似せればと、でしかも追いゴミ拾いしていいですかなるほど。皆様、追い飯とかそういった追い〇〇は多分もののふの言葉の追いバラから来ております。あ、なるほどな。歴史深き伝統ある言葉である。さようだな。素晴らしい。あの3つ目、よし、またこれ現世で使いやすい言葉を紹介します。3つ目の武士号は一根傾けるということで、おー、酒をな。はお、え、それむしろ今使わんのか。買っとないの。まこと、それは寂しいの。はい、この飲みに行こうか、こういった直接的な誘い方で言うそうで、本当にそりゃ寂しいわ、知らなかったわ。やはり酒飲みに行こうぞっていうのはちょっと直接的すぎます上に、これもののふの風流さも掛け合わせて、こう一個の傾けんかと。例えばこの武骨さも出まするし、確かに良きことの葉でござらんかね。皆様、そうじゃな、みのも流行り病がな収まりし、後にぜひとも使おうってほしい言葉じゃな。一個傾けてまいろう。一献というのは酒を入れるその杯のことをね、一献傾けて飲むという意味がございますけど、あ、それだけで酒を飲むという意味がございますので、酒を飲むという直接的な言い方ではござらず、一献傾けると言って皆様をとも誘ってみてくださいませ。昨日のための遠曲さが現れておる。ええ言葉は、といったね、本日は月地、追いバラ、一献傾ける紹介してまいりましたが、まだまだ武士号はございますので、そうだな、はあ、これを拙者これが広めてまいりまして、素晴らしい、皆様の中に眠る物の心を呼び起こしてまいりたい。
思っております。というわけでこの度の配信はこれまで。この動画が面白いチェフに思ってくれたものは良きかな、すなわちいいねであったりとか援軍、すなわちフォローの方をよろしくお頼み申す。では次の配信まで、さらばじゃ。